狙った子を落とすために、モテる男になるために、キモテにならないために達するために、そして男の魅力に直接つながる要素、女が本能的にも惹かれてしまう要素、それが何かわかりますか？そう、自信と余裕です。自信と余裕がめちゃくちゃ大事。このチャンネルでは口酸っぱ案件です。もちろん見た目とか能力とか別要素で大事なものもあるけど、振る舞いや行動、言動態度、言語非言語、そして魅力やモテるもの、女性が惹かれるものなど、あらゆることはこの自信や余裕につながっています。特に余裕は自信の裏付けや魅力、女慣れといったプラスの要素が感じ取られるわけですが、実は主導権や上下関係にも直接絡んでいます。要は余裕がある方が主導権を握る形になる、余裕がない方が主導権を握られることになる。上下関係で言えば、余裕がある方が自然と上のような形になり、余裕がない方が下になる。裏を返せば、余裕のある行動を取ることができれば、おのずと主導権を握ることにつながるし、上下関係でいう上のような形になっていくわけです。とはいえ、ほとんどの人は無意識に多かれ少なかれ余裕のない行動をとってしまいます。例えば友達関係を壊すのが怖くて現状を打破できなくなるし、自分をよく見せようとした承認欲求満たしてくん的なアピールもしてしまう。 LINE が来たらすぐ返したくなるし、疲れる可能性があるなら頼み事も何でも聞いてあげたくなって媚びているような形になってしまう。不安に耐えられず LINE の追撃をしてしまうこともあれば、彼氏いるかどうかの確認をせずにはいられないこともある。大なり小なり禁止や強要したくなってしまうし、相手を見るより自分がどう見られているかが気になってしまって察することができなくなる。これらの反応は当然といえば当然の反応です。ほとんどの人はこのような反応が出ます。だからこそ世の男子はキモテが圧倒的に多い。だからこそ好きでもない人には好かれるが、好きな人には振り向かれないという現象が多発するというわけです。で、以前こんなツイートをしていました。負けないことに執着すると負ける、関係の悪化が怖い、振られたくない、嫌われたくないなど、極端にリスクを回避する心理に、すると下手に回ったり自信を持って攻められなかったり、魅力度が下がったり必死さが出たり、ひもて感が出ちゃう。失恋や振り向かれないのはこの余裕のなさに帰結することが多い。こんな感じでリスク回避に回りすぎて余裕がない状態に陥ってしまう。逆に絶対付き合いたい、何が何でも落とす、夜の仲良ししてやるなどに執着してしまい、力が入ってしまう。それによって視野が狭くなったり、相手の目にも変にガツガツしてくる感や余裕のなさ、温度差などを感じられ、失敗につながりやすくなる。こんな感じでめちゃくちゃ惚れちゃって絶対に落としたい、振られたくないと執着すればするほど失敗し、どっちでもいいかなくらいのスタンスでいた時の方が成功したり惚れられるということはあるあるです。このように余裕の有無というのは実は執着が鍵となっているわけです。で、以前この動画でこんなことを言っていました。自分がどうかよりも相手がどう受け取ったかが大事、伝わらなければ始まらないから、相手にどう伝わり感じるかを優先して意識しよう。実際に優しいかどうかはどうでもいい、相手にとって優しいと感じられるかどうかが重要。実際に共感などしなくてもいい、相手が共感してくれたと感じるかどうかが重要。全くいいと思っていなくてもいい、相手が褒められて嬉しいと感じるかどうかが重要。逆に言えばめちゃくちゃ優しいけど相手にとって惹かれる優しさじゃなきゃ意味がない、共感しているが相手に示すことができなければ意味がない、相手のいいところが見えているがそれが褒めとして伝わらなければ意味がない、みたいな話です。要はいくら自分が相手を真剣に好きでもそれが相手に伝わらなければ意味がない。それと同じように自分がどれだけ魅力を持っていて、オスとして生物的にも優れていたとしても相手の目にそれが映らなければ意味がない。いくら自分がモテる男でも女の子の目にひもてくんとして映ればその子からすれば自分はただのひもてくんであるというわけです。ではここまでの話で重要なポイントが2つあります。1つ目は執着していない余裕が大事、2つ目は実際どうかよりもまず相手の目にどう映るかが大事。そしてこの2つのポイントから導き出される結論は、相手の目に執着していない余裕が映ることが大事ということです。正直僕自身も余裕のなさや執着につながる反応が出ることがありました。関係を崩すのが怖くてリスクを取ることに躊躇したり、絶対に落としたいと結果に執着したりが、そんな時こそ理性で抑えて女の子の目に映る余裕や執着のなさを優先するように意識する。要は反応するのではなく意識して行動するといったところ。例えるなら甘いものを食べたくなった衝動に任せて食べて太るのか、理性でストップして痩せられるのかの違いみたいなもんです。執着につながる反応をそのまま出してしまうのが前者、理性で抑えて女の子の目に映る余裕を優先するのが後者。実際に感情的な反応で執着している振る舞いをしてしまった時はうまくいく確率は下がるし、余裕のある振る舞いをしっかり遂行できた場合は圧倒的にうまくいく確率が上がります。特に執着している振る舞いをしたくなった時は余裕がなくなっている時でもあります。そんな時こそ反応してはいけない。例えば拒絶された時にそれに反応してしまって落ち込んだ態度を出したり、怒ったり自分を守る言い訳をしたりしてしまうのか、
そういった感情的な反応ではなく、拒絶に動じない余裕さを出したり、もう一押しすることができるのか。返信来ないのが耐えられなくて、追撃ラインという気持ち悪い執着行動をしてしまうのか。待つことができるのか、あるいは気にしないでいられるのか。他の男をいいと言っていた時に、必死になってその男の悪口を一生懸命言うのか。共感する余裕を持てるのか。このように執着や余裕のない行動をとってしまうと、大きな減点対象になってしまうし、逆に執着のない余裕のある行動を取れると大きな加点対象になる。そして根本的に自信や余裕がない状態だと、多くの場合前者のような行動は感情的な反応によって起こってしまう。逆に後者のような行動は反応ではなく自ら意識的に取ることになる。しかもこれは普段からひもてという人に限った話ではない。モテる人でも惚れてしまった子に対しては自信や余裕がない状態になることがあるある。好きでもない人には好かれるが、好きな人には好かれない、なかなかうまくいかない、というのはまさにこれの裏付けです。モテる男でも惚れた女の前ではひもてになってしまうことはしばしばあるわけです。だからこそこれを自分で意識してコントロールできるとめちゃくちゃ強い。なぜならほとんどの人は執着なのか余裕なのか意識することすらなく反応してしまっているから。なのでまずは意識するだけでも OK。 反応してひもて化する前に執着している行動なのか余裕のある行動なのかを考える。相手の目にはどう映るのかフィルターを一回通す。こうやって反応ではなくコントロールできる範囲を広げていくことによって減点を減らして加点を増やすということを狙ってできるようになる。また自信もそうですが、余裕のあるフリをするだけでも実際に余裕が出てきます。そしてフリでもいいので執着側の行動をしそうになってもグッと抑えて余裕のある行動をしてみると、執着している行動を反応として出してしまっていた時と比べて圧倒的に成功率が上がります。食いつきが全く変わってきます。この経験が超大事。この経験をすることによって余裕がある行動が効果的なんだと体で確信できる。すると次また反応しそうになった時に反応ではなくコントロールすることができる。この循環が回ってモテる側の振る舞いだったり食いつきが上がる行動を自然と取ることができるようになっていきます。というわけで、好かれたければ執着するな、厳密に言えば相手の目に執着しているように映るな、そしてそのためには反応ではなくコントロールを、ということでした。恋愛に限らずですが、やはり追いかけすぎると逃げられるし、逃げると追いかけられるようになる、というのはあらゆることに通ずる心理かと思います。特に男女で言えば、メスはオスよりも生殖資源が希少であり、その生殖戦略上より価値の高いオスの遺伝子をもらうことが合理的である。そして自分に執着してくるということは格下である、価値が低いオスである。逆に余裕があるということは格上である、価値が高いオスである、という判断に遺伝子レベル、本能レベルでつながるわけです。なので執着は魅力を下げるし、余裕は魅力を上げる。そして執着すると相手は逃げやすくなるし、余裕を持っていると相手は追いかけてきやすくなる。ちなみに推しと執着は別物です。簡単に言えば推しはその裏に自信や余裕があるが、執着はそれがないといったところ。ここら辺を整理できるとよりモテる側の振る舞いが理解できると思うので、推しについて掘り下げたこの動画もおすすめしておきます。いずれにせよ執着か余裕か、これを意識するだけでもマジで女の子の目にどう映るかが変わるし、食いつきも上がりやすくなるし、結果にもつながりやすくなるので、ぜひ参考にしてみてください。それでは次の動画でまた会いましょう。